これは俺。じゃあソフィットどうもありがとうございます。あたーちゃんでございますけども、さあ今日も、お買い物日記やってまいりましょうね。もう巷じゃね、何日本ブログさんがなんか交差点でベッドでなんかねやってますけど、あーよくないね。あでもね、でも見てください。もう居酒屋作っちゃえばもう、だってこんなことしたって、だって家だもんでしょ。もう居酒屋でこんなことしたらさ、あなんかしつけがなってないですとかなるけど、家だから、ね、誰にも迷惑かけない、だって家だもん、ベッドでこう走ったっていいんだ、家だから。あね、もうホームビデオが最強やね、 YouTube はね。面白ホームビデオは最強やね。というわけで早速今日買ってきたものを大公開、行ってみよう。はい、お疲れ様です。さあ今日の買ってきた品々、嫁ちゃんが食べたい、そう太いよ、今日はね、たこ焼きをやろうと思うんで、ちょっとお高め400円ぐらいの白だし、焼きあごだしを使った白だしでございますよ。どんなもんだろう、美味しいんかな、ちょっと舐めてみたい。長ネギ4本で揚げ玉、市販品よりもこの何、惣菜店が余った小麦粉で作ったやつが安いね。でお見切り品の、餃子用国産豚ミンチ、餃子には使えませんけど、くにくん用のアイス、青のり、刻みのり、小麦粉ね、小麦粉、おつまみオクラ、焼いてる間これでちょっといただこうかな。そして、ちょっと食べたかったアルゼンチン産のお刺身、これはね見切り品じゃないですね。そしていちごの見切り品ね、やっぱりね、相変わらね、見切り品のね、いちごめんどくさりかけがよ、果物くさりかけはめ、たこ焼きソースにマヨネーズ、はい、糖質 70% オフのね、ご安心ください、糖質 70% オフしか飲みませんから今のとこ、よそ行った時はねちょっと生ビール飲むけど、糖尿病なんで 70% オフでね、そのちょっとごまかします。天然むきエビ、これもちょっと入れたい。でくにくん大好き棒餃子、はい、見切り品の豚肉バイキングね、ずっとパックしてなかったからね、世の奥様方の唾がいっぱいかかっておりますね。もうペチャペチャ喋りますからね、少なくとも唾ちょっとかかってると思う。そしてオーガニック玉露煮のお茶と玄米茶ね、こんなもんか。あそうね、イカのフライ食べたかった、ちょっと。さあ今日こんな感じで締めてですね、今日明日の分もあるんでね、明日の分とビール入ってるんでちょっとお高めの4000後半ぐらいかな、4000後半ぐらいで、買ってきました。そんなかかったかな、4000ぐらいかな。レシートもちゃんとやる、レシートもやりましょう今度ね、いくらかかったかっていうのね、そこそこかかってます、4000ちょいかかってます。はい、というわけでありがとうございました。今日も終わったよ。ね、ほら、ポスターもあって、もう居酒屋っぽいでしょ、ほら。居酒屋っぽいでしょ、ほら。で、電気もつけたよ、ほら。いいでしょ？ねえ。明るくなった。やっぱこれがあるとないのは違うね。というわけで、また！